クライミー・フィッシャーは、イギリスのポップデュオ。ボーカリストのサイモン・クライミーとキーボーディストのロブ・フィッシャーで1986年に結成された。ロジャー・ダルトリーや、元、アバのフリーダ等に、楽曲提供していたソングライターのクライミーと、元ネイキッド・アイズのフィッシャーの二人が、アビーロード・スタジオでのセッションで出会い、クライミー・フィッシャーを結成する。1986年にデビューシングル。 ディスイズメを発表し、続いて1987年にセカンドシングルラブチェンジズを発表。同年にファーストアルバムエブリシングをリリース。全英14位を記録し、南アフリカでは1位を獲得した。日本でも収録曲がテレビ CM に使われていたこともあり、話題を呼んだ。ヒップホップ調にリミックスされた僕からのラブソングはイギリスで10位を記録し、 南アフリカで再び1位を記録。このヒットを受けて、ラブチェンジズをリミックスして再発し、オリジナルリリース時の前衛67位から2位に食い込み、世界各国でチャートインを果たした。最後のヒット曲となったのは、1989年リリースの、愛は、川の流れだった。同年発売のセカンドアルバム、Coming in for the Kill は、 アメリカでのヒット意識したような作風と評され、前衛35位と前作から沈んだ。それを受け、1990年に解散した。解散後、クライミーはソロとなって1992年にアルバムソウルインスピレーションをリリース。商業的に失敗に終わるものの、後にプロデューサーに転向し、エリック・クラプトン。 エイミー・グラントやスマップ等のプロデュースを担当して活躍することになる。アレサ・フランクリンとジョージ・マイケルとのデュエットで大ヒットした愛の訪れ、I イ・ n e ー・ you were waiting は作曲提供し全米1位。フィッシャーはリック・アストリーに楽曲提供するなどソングライターとしてのキャリアに向かったが1999年に大腸がんにより逝去。去年42歳。 ありがとうございます。